ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの九条町にありますグリーンハイツのご案内です。こちら和室が6畳のお部屋ですね。結構大きめの床の間のスペースがありまして、こうやってね、冷蔵庫もついてますね。電子レンジもありますね。エアコンもありまして、この今後もう7畳ぐらいありますね。広い室内に。で、この辺に、ね、収納とかもさらに置いていただければ、結構使いやすく。生活していただけると思います。照明もね、綺麗に天井までね、かなり綺麗にリフォームされてますので、すごくいい感じのお部屋になってますね。で、こちらがかなりゆったりと広めのユニットバスですね。浴槽がなかなか普通のユニットバスよりかなり大きいです。で、窓も大きくついてますので、風通しもね、結構効きますね。トイレのね、この周りもね、見ていただきたいと思います。スペースがね、割と広いので、本当にユニットバスの中でもかなりゆったりとしたものになってますね。で、こちらにはキッチンスペースがありまして、一応こういう、IH コンロが一口置いていただいております。ガス口もね、ありますのでね、ガスコンロを持ってくることもできますね。で、こっちが玄関のスペースですが、室内にこういう洗濯機置き場もありまして、もう洗濯機もね、配置済みということで、もうすぐにでも生活していただけますね。もうね、窓もあってゆったりとしてますね。で、こちらを見ていただくと、シューズボックスもありまして、こんな感じで、こっちもね、スリッパが今入ってますけど、結構10足ぐらいは悠々と入るような広いスペースになっております。これね、こう通りますからね。もっとこう、ここに真ん中に入れようと思ったら、かなり入りますね。窓がすごい、小窓が多いですね。風通しがすごく本当に良さそうな。で、こちらの窓は南に面してますので、もう採光もかなり取れます。で、洗濯物、一応こちらにこういうスペースがありますので、ここにね、こう干していただくことができますね。こちらは北側になってますね。はい、ワンルームでね、ちょっとしたこう、お家賃のところに、引っ越しされたいという方にはすごくおすすめの物件ですので、また詳細をぜひホームページでご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木で皆様のご来店をお待ちしております。